はい、皆さん、こんにちは。216回目の喋りすぎゲーマーへようこそ。ようこそ。はい、ダニエルさんも今井さんも TGS で疲れて休んでいるので、今日は私、クラベが司会を務めます。はい、はい、私は千葉です。はい、野口です。はい、というわけで、早速今日のテーマに入りたいんですけれども、はい、実はですね、ギリギリまで、誰もテーマが思いつかなくてですね、そこでちょうどよくてですね、最近昨日ですかね、我々の動画をよく作ってくれるいちごのゲームビートのいちごさんという方が、はい、フォトモードについて熱く語っている動画を上げてくれたんですね、はい、でそういえばフォトモードについて我々の方でも語ったことは今まであんまりその一本のね喋りすぎゲーマーのテーマとしてなかったなということで、ないんでしたっけ、はい、一応調べたけどねもし実はどっかにあったらごめんなさい。216回ともなるとはいね、なんかもう全部やったような気がするんですよね。でもこれはね、ちょうど今までやってこなかったみたいなので、魅力的なフォトモードとは何なのか、自分のそのフォトモードの、このゲームのフォトモードがいいなと思ってる例とかも挙げつつ、ちょっと語ってみたいなと思うんですけれども、うん、そもそも皆さん結構フォトモードは重視する方ですか？僕は、どうだろう、僕は結構あったらとことん撮っちゃう派ですかね。あ、そうなんですね。はい。おー。うん、重視の意味するところにもよりますけど、例えばフォトモードなきゃやんないとかじゃないですからね、さすがに。まあ、PC はそもそもフォトモードとは別で撮れる場合もあるので、そうですね、撮れるモード、まあ、NVIDIA のやつとか、まあ、AMD さんもありますけど、うん、両方ソフトが対応してれば撮れる機能があるんですよね。はい、アンセルですね、いわゆる。はいはい、まあ、結構撮ったりします？ものによりますね。旅っぽい、なんだっけ、メトロエクスバスはめっちゃ撮った記憶がありますけど、はいはい、まあ、やっぱ景色が綺麗なゲームが有利っていうのはあると思いますね。そうですね。確かにそうですよね。うん。まあ、あとはそのね、結構衣装とかがたくさんあると、キャラクターをこんな格好にして、で、この景色と組み合わせてとかみたいな感じで撮りたくなるのもあるのかなって感じしますよね。うん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 。じゃあちょっとそれぞれ、このゲームではたくさん撮ったとか、このゲームのフォトモードが良かったっていう話を、じゃあ、最初、野口さんから聞いてみようと思います。はい、そうですね。僕、2本ぐらい結構、フォトモードに熱心にやってきたゲームがあって、1本目が、フォルサ・ホライゾンっていうドライブゲーム、オープンワールドのエースゲームなんですけど、あれにもフォトモードが結構充実していて、その、まあ、舞台が、まあ、いろんな、まあ、地中海とかを、イメージした舞台であったり、結構観光的な場所がそのまま舞台としてマップにあるので、そこで車を走らせてかっこよく撮るっていうのは結構昔、当時遊んでた当時はやってましたね、うん、でいろいろ調べていくうちに車の後ろ後輪の、まあ、右か左どっちでもいいんですけど、はい、後輪を押さえて撮るといいっていうのを学んで。よくありますよね。はいはい、後ろの下の方から。後ろの下の方から、ちょっと、なんていうか、煽るように撮るっていうのはいいって聞いて、それでよく撮ってましたね。はい、あとはまあ、いい景色のとこまで走っていって、まあそこで止まって撮るとか、あとはまあ、その砂浜とか、海岸沿いとか走れるので、そこを爆走してる時にちょうど止めて、時間を止めて撮るとか、まあそういったことをいろいろ駆使しながら、その、車走ってるような写真を撮るようなことをこだわって撮ってたこともありましたね。はい。なんか今聞いた話だと、やっぱその世界観とか、そのビジュアルがその写真を撮りたくなるような内容だったっていうことだと思うんですけど、そうですね。逆にそのフォトモードの機能としての充実度はどんな感じですか？ホライゾンの機能は、正直そんなにめちゃくちゃあるっていうほどではなかったですね。まあ、いわゆる一般的なズームイン、ズームアウトとか、画角を広げるとか、視野角を広げるとかはたくさんあるんですけど、フィルターとかはそんななかったかな？うん。まあ、ありますけどね。はい。でも最近の、いわゆる、ゴソブツシマとか、まあ、そのあたりのフォトモードと比べるとちょっと劣るかなっていう感じですかね。機能面で言うと。はい。なんか僕はゴースト・オブ・ツシマですごく感じたのは、うんうんうん、その、機能があまりにも
多くて充実していて、うん、逆にちょっとハードルが上がってしまった感じが。じゃあオートで取れるようになればいいんだな。そうだな。プリセットみたいなのあるといいかもしれませんね。あ、まあだし、うん、あとはやっぱそのなんか いろいろやってみたいけど、あのさすがに本格的すぎるとなるとちょっとこうやっぱちょっと遠慮しちゃうっていうか、ちょっとうってなっちゃうから、そこのある程度の機能性はあって、だけどその普通の人でもカジュアルに遊べるバランスみたいなところはあの大事なのかなっていう、まあそれまでもまあゴーストオブツシマはそれはそれで、あのこれがいいんだっていう人は全然いると思いますけど、そうですね、なんか僕としてはもう少しシンプルにしてほしいなっていうところは若干あったんですよね。そうそう。あともう一本あるって言ってましたね、野口さん。ああ、いいですか。もう一本は FF14 なんですよ。ああ、なるほど。14の中にもフォトモードがありまして、まあ、正式名称グループポーズっていうんですけど、はい、こちらは機能がめちゃくちゃ豊富で、まあ、いわゆる基本的な機能の他に、照明とかも好きな位置につけられて、最大3つまでつけることができるんです。へえ、すごいですね。照明の色も、変えられて、はい、RGB で変えられたり、だと、特殊なのが、キャラクターライティングもいじれるっていう。照明とは別に。照明とは別に。なんで、暗いとこにいても、キャラクターだけはライティング当てることができるみたいな。これがうってなりそうなやつか。そうですね。話だけでももう暗いとはやばいんじゃないか。ちょっとね、なんか、光栄テクモのゲームみたいな感じで、キャラクターをすごく光らせるみたいなこともできたり。で、あとは何ですかね。まあ、フィルターとか、あとは画面のフレームの種類もたくさんあったりして、特徴的なのは、まあ、モーションですか、モーションを、再生できるんですよね、そのキャラクターに対して。自分のキャラ限定だったかな。で、エモートって言われる、まあ、さよならっていう挨拶のモーションとか、まあ、勝ち時を上げるポーズとか、はい、そういったものを再生できるので、うん、まあ、結構自分のお気に入りのポーズを見つけて、そこでピタッと止めて撮るとか、そういった動作が、そういった写真が撮れるのも大きな特徴ですかね。であとは、そうですね、戦闘中とか、なんか、フォトモード入る直前のモーションを記録して、あの再生してくれるので、なんか、戦闘の攻撃のモーションとか、スキルとか、発動したものも撮れるんですよ。いいっすね。で、それはいいね。いいですよね。だからすごく細かくて、その、エフェクトとかももちろん出るんですけど、バトルエフェクト。それを消したり表示したりすることもできるので、はいはい、すごいっすね。すごいですよね。ディビジョンできないんですよ、それ。あ、そうなんですね。打ってる最中取れないんだよな、基本的に。エフェクト強すぎるとなんかうまく取れないってこともあると思うので、そういうのを消してね、うん、やったりとか。あとなんだろう、あと最近追加されて驚いたのは、カメラに対して目線をくださいってみたいな指示が、してあるんですけど、はい、動物の森とかでね、あ、そうですね、ありますね。でドラクエ11とかあります、ね、うんうん、で昔は、最近アップデートで追加され、昔はそのカメラに合わせてくださいっていうと、顔も一緒にこう動いちゃうんですよね。で、今回アップデートで追加されたのが、顔は動かずに目線だけこうずらすことができるようになって、結構表情の幅が増えたりして、なんかより楽しくなりましたね。両方選べるわけ、体ごと向きを変えるのか、それとも顔だけなのかっていうところまで指定できちゃうから。顔だけか目だけかですね。はい。ああ、顔か目かと。指定できますね。はい、できます。できるんだ。やばいな。めちゃくちゃ豊富です。多分、フォトモードを搭載したゲームでもうかなり一番って言ったらあれですけど、過言じゃないかなっていう気がしますね。うん、でも今聞いてたら、なんかそれこそ、対馬でもできないようなことはできるわけですね。はい。すごいな。あの、結構やっぱり、その FF14 って仲間とやるわけだから、こう、まあ、なんかグループ、なんて言ってたっけ、フォトモードの正式名称。グループポーズ。実際に、あの、集合写真とかよく撮る感じですか、仲間と。ああ、そうです。なんか、難しいダンジョンとか、うん、ボス戦とクリアした後は記念写真みたいなのよく撮ってますね。ああ、はいはい、なるほどね。うんうん、千葉さん、どうですか？難しいんだよな、結構。というのは、最近やってんのは、まあ、どれも充実してるから、あまり逆に印象に残ってなくて。なるほどね。うん、まあ、当たり前になってきたと。そう、かなり当たり前。例えば、ホライゾンゼロドーンはアップデートでフォトモード入ったと思うんですが、はい、アップデートでフォトモード自体拡張したんだっけ、ちょっとどっちか忘れちゃったんですけど、
当時はポーズ取れるんかいみたいにびっくりしたんですけど、うん、指定できるんですよ。当たり前だね、確かにね。今やもはやそんなのは誰でもでき、誰でもは言い過ぎですけど、まあ、大きいタイトルだったらむしろ標準で入ってないとおかしいぐらいのフォトモードの機能になってて、そうですね。もはやびっくりしなくなってきたから、まあ、舌が超えちゃいましたよね。僕は、最初にフォトモードでびっくりしたのはザ・クルーなんですけど、初代クルー。まあ、野口さんと同じ車ゲーですね。まあ、このゲームドライブゲームなので、そのアメリカを舞台にしててね、いろんな場所行けんですけど、やっぱジャンプ台とかで撮りたいんですよね。わかります。こう飛んでるところ、かっこいいところを撮りたい。で、それを複数人で撮りたいんですよね。フレンドと走ってます。同時に飛びましたみたいな撮りたいくて、はいはい、でもそれ合わせるの難しいんです、当然。確かに。一緒にジャンプしないって。でも、フォトモードでそこサポートされてて、自分の時間止まるんですよね、飛んでる最中。まあ、当たり前っちゃって。はいはい。で、自分はそこで待ってて、他の人に飛んでもらって合わせるみたいなデッキやれるんで、まあ、それで頑張って撮った記憶はありますね。当時はもう、なんか時間も調整できるし、そのビネットとかもちゃんとあるし、え、こんなにできんのと思いましたけど、まあ今見たら大したことないですね。もう当たり前。当たり前のことしか多分ないと思う。まあでも逆にそれだけ早くこのフォトモードっていう、その、モードが進化したっていうか、その、入ってて当たり前になったのも本当にここ5年ぐらい、の話なのかなという感じしますよね。まあそうですね。でも、フォトモード自体は結構昔からあるっぽくて、少なくともグランツーリスモは PS2 の時代もあるらしいです、はいはいはい、そうだったんですね。PS2 だともう2世代前ですから、だから車のゲームはやっぱ違いますね。そうですね。早いなって思いましたね。僕はやっぱ初めてそのフォトモードに夢中になって、記憶があるのは、まあ、そもそも写真を撮るゲームだからちょっと反則かもしれないですけど、うん、アフリカですね。アフリカ、はい、そう PS3 の、まあ、で PS3 の初期ぐらいのゲームですよね。あの頃はまだ写真を撮るのがそんな当たり前ではなかったんでしょうね、うん、でもあれもそのフォトモードとはちょっと違いますよね。実際にこうゲーム内でキャラクターがカメラを構えて、まあまあそうですね、写真を撮るわけですから。ポケモンとかと一緒ですね。そうそう、ポケモンスナップみたいな。うん、まあ、あと、まあ、もう少しモードに近いのは、デッドライジングだと思いますけど。まあ、あれもモードではないね。デッドライジング、確かに。ありますね。デッドライジングは、ポイント入るんですよね。そう、ポイント入るんですよね。あれはいつぐらいかな、同じぐらいだよね、多分。あれ3、6もあるですよね。まあ、あと、Wii の、フォーエバーブルーとかも写真撮ったりしてましたね、その早いレード。カメラね、カメラマンゲーは。僕はどっちかっていうと、そのクラベさんとは逆でもっとカメラにしてほしいって思ってますよ、どっちかって言ったら。あ、もっとその本格的なね。そう、そのカメラを触るようになったから、うんうんうん、もっとカメラっぽい、ああ、欲しいなってすごく思いますね。まあ僕も多分そのカメラの基本的なことを一回覚えちゃえばそう思うようになるんだと思います。ただなんか、うん、その素人の段階では、なかなかそこハードルを感じちゃうっていう、それ実際の写真でも感じますからね。まあもっと、まあ、ゲーム自体がそのカメラを学ぶのにかなり適したツールだと思うから、まあ本当そう。そこをなんか楽しめるやつ、まあそれこそアフリカみたいなゲームの方が向いてると思うんですけどね。うん、もうそれカメラゲームの話ですけどね、フォトモードっていうか。ちょっと違うよね。まあアフリカというゲームは確かにちょっと僕も、だいぶもう10年以上経ったんで記憶が薄いんですけど、実際にいろいろこう備品とかカメラもその買い替えたりしてよりいいカメラになって、本当のカメラにあるような機能と刃を使って、うん、確か遊べるはずなんで、多分そういう意味では、うん、もしかしたら千葉さんが喜ぶポイントなのかもしれない。なんと、はい、そうそうそう、まあ、フォトモードで言うと、フォトモードっていうか、まあ、フォトモードを撮るのが楽しかったゲームで言うとスーパーモリオオデッセイですかね、僕は。マリオです。撮ってましたね、うん、めっちゃ撮ってましたね、うん、確かに。あれ多分写真でそのクリア時間が倍になったんだと思います。相当撮ってますね。プレイ時間の半分撮ってるってことは。うん。で、なんか、そんなに撮ってるんですか。それはモードはまあ、その、まあ、平均的な機能は、その、ニンテンドのゲームの中ではある方だと思ってるんですけど、それがすごいっていうよりは、はい、多分、あのゲームのデザインっていうのは写真を撮りたくなるようにいろんなところをそのデザインしてると思うんですよ。うん、そう。というのは、いろんな国を旅するので、その国でそれぞれ見た目が変わるのもそうだし、各国でマリオの新たな衣装が手に入って、で、さらに、
キャッピーという小道具があって、うん、キャッピーを投げて何かに変身すれば、例えばなんか、あの、クッパのステージってあの和風のお城なんですね。はい。で、あの、ちょっとこう、和風の庭園のところにあの、地蔵さんがいるんですね。うんうんうん、で、その地蔵さんの一人に、キャッピーで乗り移って、うん、自分が地蔵、あの、お地蔵さんになったふりをして写真を撮るとか、その、マリオとかキャッピーを絵に溶け込ませるための道具がありとありあるところに置いてあって。なるほど。あの、例えばニューヨーク風の街であの、ニュードンクシティっていうのを、はい、あの、訪れるんですけど、あの、あれなんて言うんですかね、あの、こう、水が出てくる、よく街にあるやつ。消火栓？消火栓かな？赤いやつでしょ？壊れたら水出てくるやつ。あ、そう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 。赤とかグレーとかですね。多分それだ。そう、消火栓の、に対してキャッピーを投げれば、あの、キャッピーがこう、消火栓に乗っかった状態で写真を撮れたりするとか、その場にあるものを写真と合わせて使って、で、マリオもちょっとそれらしい格好にして、まあ、例えばニュードンクシティは、あの、その、ちょっと、こう、ノスタルジックなニューヨークの街なので、あの、マリオを昔ながらのスーツ姿で、こう、黒いあの丸い帽子かぶってるやつにして、他のサラリーマンと一緒に歩いてる写真を撮ってみるとか、なんかその写真を撮ること自体が、あの、遊びになってた感じがしますよね。なんか、もうそれ込みのデザインってことなんですね。うん、それ込みのデザインって感じでしたね。ただ、ここの景色がいいから、ここで写真を撮ろうっていうのじゃなくて、あと、そこをじゃあ、その綺麗な写真撮るように、そのいろいろ実際のカメラのような工夫じゃなくて、この景色にマリオにどんな衣装をさせて、どんな格好をさせて、あの、キャッピーをどういうふうに使ってとかっていうのを自分で考えて、で、そこからが写真を撮るっていう感じだったんで、そこがなんか一つの遊びになってたのが、すごい僕の中では良かったんですよね。うん。そう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 。あとはどうですかね、服が確かにネックなんだよな。そうマリオはそのテンポよく多分服変わっていくから、それはかなりよく効いてると思いますね。その他のゲームだと、ああ、これまたこの服着てんなとかやっぱなっちゃうんですよね。ああ。俺この服ずっとですね、みたいなことになる。まああと、あの、マリオだと、その世界観がめちゃくちゃじゃないですか。だからなんか、こう、まあかなり自由。変な組み合わせも絵になるんですよね。あなるほど。逆に。ヒゲのおじさんが変な格好しても大丈夫ってことですね。あの、ニュードンクシティの高層ビルの上に登って、で、ホームレスの格好を押して写真を撮るとかもできちゃう。ホームレスの格好ある。ホームレスっていうか、あれは多分本当はなんか、その、野蛮人っていうか、蛮族みたいな。蛮族でもあるっすか。そうなんだ。そうそうそう。なんかジャングルのステージで手に入るのかな、確か。あれで、そのエンパイアステートみたいな高層ビルの上に乗って写真を撮るとかできちゃって。そうそうそう。確かにもう少しリアル路線のゲームとかでもね、あの、ゴースト・オブ・ツシマとかもそうですけど、うんうん、やっぱその、衣装を気にして写真を撮るのも結構重要なポイントですよね。衣装が充実してくると、写真もはかどるってところはある気がしますね。うんうんうん、それとも、なんかその、自分のキャラクターを写さない写真の方が楽しいっていう人もいます？僕はほとんど映さない方が多いですね。まあ、風景とかに興味があるから、風景とか建物に興味があるので、まあ、その特に実世界では人を撮るのが結構、特に日本は難しい。あそうですね。という事情もあり、まあ、結果的にそっちの方が好みだから、ゲームの方もそれが反映されてるって気がしますね。建物とかが多い気がする。うん、キャラはほぼは言い過ぎだな。あんま撮ってないですね。でも意識して。あ、そうなんだ。うん。なんかやっぱりその現実世界だとね、その、こう気を使って撮りたい写真が撮れないっていう場面が結構あるじゃないですか。ね、やっぱり。そう、なんか例えば人じゃなかったとしてもこの部屋は撮っていいのかなとかっていうのもあるし、まあ人となると当然そうですけど。ね、あまあここから撮りたいけどちょっとこれ完全に道路の真ん中だなとかもあるわけですよ。それは、まあほとんどは自由にできるからね、そこはいいですよね。そこは本当ゲームは楽しいところですよ、ね、めっちゃ航空からも撮れるしゲームだったら。確かに。ああ、そう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 。なんならね、こう、ビルから飛び降りてる最中に撮るっていう。そうですね。何回でもできるんでゲームだったらそれ、うん。まあそこでもなんか逆に今ね、あの、スエリさんが作ってるグッドライフっていうゲームが、あ、
写真家ですね。はい、写真を撮るゲームなんですけど、あれは逆に、リアルなルールで、例えば、バレたら、相手が気づいてやめてくれって言ってくるみたいな。うん、いわゆる盗撮に近い感じで撮らなきゃいけない。はいはいはい。うん。それはそれで、なんか一つの遊びとして、面白いのかなという気はしますけどね。そうですね。うん。あとは具体的なフォトモードの、世界観とかじゃなくて、この機能があるとすごく嬉しいっていうのは何かあります？他の人と共有できる機能？ああ。少し前にアサシンクリードの話しましたけど、アサシンクリードはマップ上に出るんですよね。他の人が撮ったスクリーンショット。ここら辺でこういうスクリーンショットが撮られてますとかで、Google マップみたいな感じ？そうそう、なんか山の上とかで出るんですよ。なんかどういうロジックやってるのかわかんないですけど。はい。そういうのが見れると、なんていうか、意欲になるし、あればいいんだ。動物の森ってできるんですか？例えば瓶に入れて流してた誰かに届くみたいな。それはね、それは風のタクトですね。まさに今千葉さんが言ってるの。あ、風のタクトだ、ありましたっけ？風のタクトは、写メを撮って、スクリーンショットを撮って、で、なんか文章を添えて、それを瓶に入れて流すんですよ。うんうん、でそれが他のプレイヤーの、プレイしてる間に、流れ着くんで。これは本当に最高でしたね。僕はあんまり人と繋がらないタイプのプレイヤーですけど、風のタクトの写真撮りはすごく夢中になりましたね。うん、やっぱゲーム内の世界観の一部として落とし込んでたのが、そうですね。あれだし、広大な海だし。すごく良かったですね。むしろ、どんぼりはそういうのないですね。どんぼりは本当に、リアルなお友達に送るしかないと思いますね。まあもちろん、あれ？お手紙、まあ、ゲーム内にね、お手紙ありますけど、はい、あれに添付できるのかな？どうなんだろう。でもまあ、できたとしても結構、結構それなりの手間だとは思います、ね。あまりその辺やりやすくはなってないのかなって気はしますよね。うん。うん。うん、そういう意味で多分、千葉さん今、ゼルダやってると思うけど、あれの写し絵もだいぶ俺不満あったのを記憶してますね、自分。写し絵はかなりシンプルな機能じゃないですか、機能としては。シンプルだけど、そもそもそのデータとして保存できない。容量が少ないなと思いますか。いやいや、そういうことじゃなくて、あれをその写し絵の箱で写真を撮ると、うん、その写し絵の写真を確認する画面はあるんですけど、ありますね。ものすごくちっちゃくなってるんですよ。そのフレームの中に入ってて、うんうん、多分画面の半分もないぐらいの大きさになってて、ああ。そう。その状態で。開けばでかいのが見れるんじゃないですか。いや、でかいの見れないんですよ。あ、そうなんだ。そう。俺はそんなに意識して使ってないから、最低限でしか使ってないから分かんないけど。まあ、そもそもフォトモードとしてはね、あまり使い勝手は良くないと思うんですけど。うんうんまあ、ゼルダのね、その写真のその使い方の面白さは、そのフォトモードと違うところだと思ってて、なんだっけ、写し絵の記憶って言ってたかな。ああ、その古いのが残ってるってやつですね。そう、古いのが残ってて、それらが撮られた場所を探さなきゃいけないのがあるんですけど、はいはいはい、あれはその写真1枚で、なんかこの場所はどこだろうっていうのを考えなきゃいけなくて、うん、それをその考える過程で結構オープンワールドのあのフィールドの土地感がついていった記憶があるので、なんかそれがすごい能動的にこのフィールドのその、土地感がつく、その、まあ遊びとしてものすごい秀逸だったと思ってますけど、まあ、そもそも最初から自分で撮った写真ですらないので、別に、フォトモードとは関係ないですね。そう、プリセットされた写真ですけどね。まあ、それはグラビティデイズとか確かそういう方向だったはずですけどね。トレジャーハントだった。ああ、そうでしたね。言われてみれば。ね、あれも同じ仕組みです、ね。ああ、そっか、うん。はい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 。写真から場所を当てるっていう。うんうん、なんか、一号さんはグラビティデイズのその写真を撮る機能もすごく高く評価してましたけど、うんうんうん、僕はあれではそんなに写真撮った覚え、いや、なんかそんな撮った記憶がないってだけですけど、すごい楽しいなと思った記憶があるのが、うん、世界観って、まあ、空を飛ぶ車みたいなのがあるじゃないですか。ありますね、うん、であれの上にキトゥーンもその
うまく飛べば乗れるんですよ。乗りますね、確かに。そうなんだ。うん、そうそう。あれに乗った状態で、その街がこう背景に広がる写真は、すごいもういい絵になるので、もともとと関係なしに、そこに乗ってからよく写真撮ってたっていう記憶はありますね。まあね、世界がかなり独特っていうのはありますよね。絵面がね。野口さんはグラビティデイズ2はやってた？やってました、やってましたけど、ホットモードにはそこまででしたね。そう。まあ何枚か撮って満足しちゃったっていうのはあるんですけど、機能的にはオーソドックスな機能でまとまってた記憶ですね。なんか、その1号さんが、まさに動画で、その今、彼が出してくれた動画で言ってるのは、はい。まあ、僕が最初に、ゴースト・オブ・ツシマだとかちょっとハードル高く感じたよって言ってたやつだけど、多分、それによるとその2パターンがあって、スマホでこう撮る感覚で気軽に写真が撮れるゲームと、本当にこうカメラマンになったような気分にさせてくれるゲームっていう、この2パターンがあるんじゃないかっていう主張なんですよね。で、そういう意味で、まあ、グラビティ・デイズ2も、こうスマホのように気軽に写真を撮るパターンだけど、やっぱその世界観が魅力的だったりとか、撮りやすいから、楽しいんだみたいな主張だと思うんですよね。そうですね。なんか、撮りやすさは重要だと思いますね。なんか、キーアサインが変なとこにあったりすると、なんかメニュー入ってからとかだとちょっと面倒じゃないですか。なんか。まあ、結構ありますね。なんか。これ上に行きたいときどうするんだろうみたいな。ですよね。なんで、その撮りやすさはなんか、キーアサインでワンボタンですぐ起動できたりすると、よりみんな撮るんじゃないかなっていう気がしますね。確かに、その動きやすさ、動かしやすか撮りやすさっていうのは重要ですよね。あと最後にちょっとこれもちょっとフォトモードでは厳密にないですけど、FF15 のそのプロンプトが写真を撮ってくれる。あれやっぱ皆さん好きですか？あれいいですよ。僕は好きですね。やっぱFF15 がそこまで好きじゃないっていう人でもそこだけは結構やっぱ評価が高い。あれなんか勝手に撮ってくれるけど、なんとなく意味がありそうなカットとかたまにあったりして、なんか決まった場所に行くと、ね、必ず撮る写真とか確か何箇所あるんですよね。ありますここで集合写真撮ろうぜって言って、なんかそういうところでなんか僕プレイヤーコントロールしないところでなんかそのプロンプトによってちょっとした、まあ、写真を通してのストーリーがあるような感じがして面白かったですね。あとね、こう、キャラクター同士もその写真をキャンプで見ながらちょっとこう、ツッコミを入れたり、ちょっとコメントを入れたりして、そうだね。こう、野郎同士で一緒に旅してる感じをこう、強調させてくれた感じしますよね、あの写真。いや、あれいいシステムでしたね。なんか、でもあの後、あれを他のゲームでまだ見てないですよね。見てない。そうですよね。もう少し見たいなって気持ちかな。まあ、なんかちょっと特殊すぎて、その。まあ、そう。結構テーマ次第でね。だって FPS とか難しいでしょ、そうそうそう、当たり前だと。まずカメラマンが随行するような世界じゃないと。そうですね、確かに。まあ、MMG の世界、カメラマン随行する世界なのかな。まあ、まずはパーティーが必要ですよね。自分が一人でその世界を爆行するゲームだと、まず慣れていかないですよね。そうそうそう。はい。というわけで、フォトモードのテーマはこんなところで大丈夫ですかね。はい。はい。はい。じゃあ、次に今週遊んでいるゲームについて聞いていきますが、誰からやっていきましょうかね。皆さん多分 TGS 終わって間もなくあまりゲームする暇なかったとは思いますが、はい。千葉さんからどうでしょう？はい。私はですね、チキンポリスってゲームの話を多分前ちょいっとしたと思うんですけど、まあちょっとインディーゲームの体験版が9月の頭に出てて、日本語も入ってたので、はい、やりたいなと思ってたんですけど、やれなくて、それをついにやることができました。おめでとうございます。これはどういうゲームこれはどういうゲームかという、どういう、ちょっと前振りだけど、どういうゲームかっていうと、動物しか出てこない世界の、ノアールものですね。しかもちょっとビジュアルノベル風？まあ、ノベル、うん、まあですね、ノベルですね。まあ、逆転裁判とかに近いかな、進行して。アドベンチ、テキスト重視のアドベンチャー。会話メイン、会話劇メインっていう。で、その動物しかいないんですよ、この世界は。動物っていうのは人以外ってことね。うん、好きだなぁ、千葉さんそういうの。主人公は鶏の刑事なんですよ。だからチキンポリス。はい。そう、昔チキンポリスっていう超敏腕コンビがいて、両方チキンですよ。チキンっていうか、まあ、鶏ですよね。鶏がいて、そのコンビがいて、まあ、ある事情でそいつら解散。うんうん、しかし、ある新しい事件が
来たので再結成して謎に挑んでいくっていう、まあ、ゲームなんですね。今ちょっとトレーラーを見てますけど、なんか意外にかっこよく見えるんだな、この鶏たちが。いや、かっこいいんですよ。かっこいいね。基本的にはボディは人なんですよ。そうですよね。手も普通にある。うんうん、でも顔は、リアル系の動物なんです。鶏も含め。鶏、うんうん、も出てくるし、ネズミ。まあ、敵のギャングみたいな人はまずネズミなんですよね。偉い人。で、そいつの、なんか仲いい、女の人が猫だったり、うんうんうん、結構いろいろあるんだよな。警察官、犬とか。で、その世界の中でも結構世界かっちり作ってて、はい、なんか差別みたいなのがあるんですよね。おう、あのトカゲ野郎シュシュうるせえしくせえなみたいなこと言われてるし。なんか、例えば、面白いのは、なんか序盤にハリネズミのキャラ、ハリネズミかなだと思うんですけど、うん、キャラが出てきて、そいつら外でレインコートを着てるんですけど、うん、レインコートを針が貫通してるんですよね。あらあら。そういうなんか、ふざけたところは、体験版最後デモみたいな流れですけど、その次回予告みたいな流れですけど、はい、キリンのキャラ出て完全に見切れてましたからね、首から。そういう動物の面白さもあるし、でもストーリー結構真面目、難しいところですね。ちゃんとしてる感じはありますね。なんかそのコメディーって感じじゃない。ノリ自体は結構バカっぽいノリもあるんですけど。なんか逆転裁判みたいに実際に証拠集めとか尋問とかなんかそういうゲームプレイっぽいものがあるんですか？それとも基本的に読み進める感じでしょうか？まあ、逆転裁判に近いって言った通り、その、まあ、いくつかある点在してるマップを移動して、でそこで証拠集めに相当することはやりますね。そういうのしない、うん。だからそのリニアに進むってゲームではないですね。多少のその、まあ、探索っていうには空間ではないですけど。少し探索して、その発言、証拠を集めたり、質問して、新しい情報を得たり、で、尋問パートもあります。で、尋問パートは、なんか、こいつはこういう性格だから、こういう質問を投げていこうみたいな、システムになってるっぽいですね。うんうん、今はあんまり、どれくらいに手応えがあるのかわかんないですけど、リザルトでなんか、星5つみたいなの出るんで、そのうち難しくなっていくのかもしれないですね。単純にその答えにこうたどり着かなければ次に進めないようなこともあるのかな？まあ多分あると思いますね。一応事件の解決が目的ではあるので、なんか依頼されてるんですよね。ある依頼主に。これこれを解いてほしいと。で、その再結成して挑むって形なんで、全くその謎解かずにっていうのは多分無理だと思います。ある程度決められた答えをまあ拾っていかないといけないと思います。はい。ありがとうございます。はい、じゃあテキストヘビーなんでね、日本語化されてるのが嬉しいところ。資金っぽい。あ、そうか、日本語になってるな、ちゃんと。はい。おお、それは良かったですね。はい。じゃあ、ちょっと野口さんの方をお願いしたいと思います。はい、僕もほんの触りしかまだ遊べてないんですけど、マリオ、スーパーマリオ 3D コレクション買いまして、どれからやろうかなって思って、でも最初にマリオサンシャインを起動して、1時間、2時間くらい。遊んでみました。じゃあ、俺も同じだから、ここは一緒に喋る感じでいいかな。ああ、全然いいですよ。はい。どれくらいやったマリオさん。当時やってんですか、そもそも。僕は当時やってましたね。はい、あ、そうなんだ。クラメさんどうでしたっけ？同じくですね。当時やって以来、全くやってないんで、18年前とかですよね。そうですよね。ほとんど、なんか、ふんわりした記憶がある程度で帰ってきたんですけど、いろいろ忘れてた設定とかあって、なんかこの世界のマリオたちって英語で喋るんですねとか思い出したり。そうなの。英語で喋るの。ピーチ姫もキノピオも。これほど、マリオが普通に喋るゲームも珍しいですよね、3D プラス。ですよね、きっと。結構普通に喋るんですか？特にピーチとか、マリオは少ない方だけど、キャラクターは結構その特にオープニングのところでは喋りますよ、ね。いきなり裁判所に連れてかれてしまってマリオが。で、ピーチが異議ありますとか言ったりしてますよ。また逆転裁判ネタじゃん。そう、逆転裁判ネタみたいになっちゃったけど。てかまあ、いろいろ思い出して、あと、そうです、で、リマスターなので、どんなもんかなと思ったんですけど、はい、でも、今見た感じかなり綺麗にはなってますね。ゲームキューブですけど、元が。今やっても、そのリマスターするだけでもかなり、はい、まあ、今時のグラフィックというのは言い過ぎですけど、十分遊べるなっていう感じはして、で、プレフィールもそんなに、ちょっと TPS とかね、慣れてる方はちょっと最初違和感を覚えるかもしれませんけど、やっぱそこの
タンク背負って水を噴射するってゲームプレイなんですけど、ちょっと独特ですけど、はい、まあ、結構、遊びやすいようにコントローラーキーアサインされてるので、そんなに違和感なく遊べましたね。やっぱビジュアルに関しては、なんかあれぐらいのその絵のタッチが、そこまでやっぱ時代とともに古くならないのはいいよね。そうですね、確かに。うん、風のタクトはそれ以上に古くならないけど、うん、マリオサンシャインでもね、やっぱそのリアル系じゃないし、あまりディテールで見せるタイプでもないから、まあもちろん、最新のゲームには見えないけど、違和感はないですね。プレステ3ぐらいのゲームには全然見える気がする。そうそう。はいはいはい。うん、そうですね。はい。うん、まあ、とはいえ、やっぱり、本当に、まあ、言ってみれば、ベタ移植に近いのは、ちょっとやっぱもったいなくて、はいはい、カメラ操作であるとか、ちょっとね、ちょっとした、手入れをすれば、だいぶさらに遊びやすくなるのにっていうもったいなさは、俺はちょっと感じてるけど、うん、そういう部分にさえ慣れれば、そのキーメカニクス、それこそジャンプアクションとか、あとはそのね、ポンプアクションの方は、なんか今のほとんどのゲームよりも奥深いし、ちゃんとしたものになってるし、それと合わせた、その各ステージの、仕掛けとかも、かなりレベルがやっぱ高いんだなと思って、ちょっと、なんか驚いてますね、プレイしながら。ポンプアクションはまだあれ、広げられそうですよね。なんかこれで終わるのはちょっともったいない気はしましたね。野口さんは今どれぐらいやってる？あ、まだ2時間くらいですけど、ポンプアクションを使ったゲームをもっと出してほしいなっていう気になりますね、遊んでて。そうですね。僕も今まだ20社員ぐらいしか集めてないので、多分まだまあそろそろ中盤に入るか、まだ序盤かっていうぐらいのとこですけど、まあ、実際のポンプの、機能もちょっと増えるし、やっぱステージに応じて結構使い方が変わるし、まあ、そこはそのホバーとかはね、やっぱマリオの華麗なジャンプと組み合わせて使うと、やっぱそのプラットフォームアクションとしてできることが非常に豊富なので、結構なんか、マリオサンシャインってなんか一色色で、まあ、64の後にやっぱちょっと変わったことをやらなきゃいけないと感じて、ちょっと、みたいな、言われ方をするんだけれども、うん、なんか久しぶりに遊んで、あ、これかなりいいじゃんっていう感触は正直言って、ありますね。だからなんか、それだけに、ゲームキューブから初めてのその多プラットフォームへの移植にあたって、もう少しやっぱり、細かいところをこう現代化して欲しかったっていうのがもったいないですね、やっぱり。ゲーム自体は、本当に今遊んでも遜色ないのがやっぱすごいんだなって改めて実感してますね。そうですね、確かに。まあ、ステージが、なんかこれは趣味の問題だと思うんですけど、まあバカンスな設定ですよね。海があって、ビーチがあってみたいな感じで、従来のマリオって、まあキノコ王国だったりするけど、大体そのステージごとに、その季節感とかが変わったりするので、そういうバリエーションはないけど、僕結構南国風のステージがゲームの中で好きなので、そういうステージばっかりっていうのは、僕の中でむしろ嬉しいポイントなんですよね。そう。あんま僕、なんか。氷のステージとか。そう、氷のステージとか冬系のステージはちょっとね、なんか落ち込んじゃうんですよね。落ち込んじゃう。この見せ方次第ですけど、この明るい、なんか南国風の世界観も、僕は、かなり好きですけど、うん、なんか思ってみれば当時の任天堂ってマリオサンシャインでしょ、はい、でその次に風のタクトゼルダで作ったでしょ、うん、だからどっちもそういう海とか大海原でその明るくてみたいな感じで、なんか当時の任天堂の皆さん疲れてバカンスに行きたかったのかなってそれがゲームとして出てしまったっていうそうで本当はね、どうなのかな、夏に出して夏に遊びたかった気もしますけど、うん、僕は結構子供たちも一緒に楽しんでるので、いいですね。少しずつ進めていきたいなと思ってます。はい。はい。僕も引き続きやりたいなと思ってます。野口さんは今何社員ぐらい？僕でもまだ
4か 5? ああ、うん、難しい序盤ですね。はい、はいはい。なるほど、うんうん。はい。じゃあ、こんなところでいいですかね。はい。はい。じゃあ、次はコメントコーナーに入っていきます。はい、野口さん、お願いします。はい。普通田からいきます。前回はマリオ35周年を記念して、マリオ特番というか、マリオ特化の回でしたけども、はい。はい、そちらについての普通田です。ジュー・ウォットンさんからいただきました。ありがとうございます。最も思い入れのあるマリオはマリオ3です。カエルや尻尾など変身種類の多さ、敵やブロックが巨大化し、ワールドや飛行船といった、多様なロケーションなどの要素が魅力的で、プレイしていてとてもワクワクした記憶があります。まあ僕も3はすごく好きでしたけど、世代的に3とあとスーファミのマリオワールドほぼ同時に遊んだので、やっぱその中で、まあ、マリオワールドの方が新しかったし、そっちの方が、どっちかというと記憶に残ってます。うん。俺もそうかな。まあ、その2つを比べた場合ですけどね。うんうん、なるほど。まあ、本当に印象に残ってるのはゲームボーイのマリオなので。あ、言ってたね。マイファーストマリオ、多分、ゲームボーイだから。ダニエルさんもあれが好きですね。あ、そうなんだ。そうなんだ。そうそうそう。ファイヤー打てないマリオですかね。珍しい。あ、ファイヤー打てなかったっけ？ファイヤー、フラワーはあるんですけど、うん、ファイヤー打てなくて、なぜかスーパーボール打つんですよ。スーパーボール？あ、スーパーボールだ。そうだ、そうだ、そうだ。だから、軌道が、ピョンピョンってなるじゃないですか、ファイヤー。はい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 、はい。ピョンって行くんですよ。で、他、天井とかでもピョンって帰ってくるっていう、スーパーボール。例えば、それはマリオメーカー2にも入ってるんですよ。マリオ1、ゲームボーイのマリオの。そう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 。すごい。渡辺名人があれを使ったステージとか作ってたね。ちょいちょい違うんですね。敵もだって、ノコノコじゃないんで、ノコボンなんで。ノコボン。ああ。甲羅が化け台になってるって、踏んだら踏んだ後爆発するんですよ。より凶暴になってますね。そう、ずるい。ちょっと違うんですね、なぜか。面白い。なるほど。はい、印象だな。ああ、こいつか、ノコボン。はい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 。似てるんだけど、ちょっと違うよ、ね。そう、まあ。クッパじゃないですからね。敵クッパじゃないんで、このゲームは。あれ、そうだっけ、全然記憶ないわ。そうです、違う。まあ、だってピーチじゃなくデイジーですから、姫も。あ、デイジーなんだ。デイジーが出てきたの、このゲームが最初です、ね。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。なんと。わぁ。なんか当時僕は遊んだけど、ゲームボーイだから、はい、で、まだ字とかもあんまり読めない頃だから、なんか、姫様がいるし、それらしい敵いるし、なんか、そいつら実は別の人だとは、多分分かってなかったと思う。別の人なんですね。なるほど。はい。では次の普通答いきますか。はい。TH00EX さんよりいただきました。ありがとうございます。マリオの思い出はいろいろありますが、一番はマリオメーカーです。ニコニコ動画で一大ジャンルだった改造マリオがついに公式でできるようになったのは、その世代だった自分には衝撃で、1000時間ほど解けました。今も2を定期的に遊んでいますが、まだ発展途上に感じるので、いずれ3が出ることを願っています。それはステージを作る側なのか、それとも遊ぶ側なのかな。多分作る側じゃないですか、1000時間といったら。遊ぶだけではなそうですけど、ね、なかなかいかないと思います、ね。まあ、そうだよね。うん、僕はもう何個か作ったけど、確かに時間は結構かかるね。あっという間に時間が経つ気はする。1ステージどんくらいかかる感じですか、あれ。まあ、どれぐらいね、作り込むかにもよりますけど、ね、軽く作っても2、3時間はかかるんじゃないですかね。まあ、こだわり方次第だと思うけど。はいはい、ドンキーメーカーを出してほしいな。ドンキーコングのメーカー。ドンキーコングメーカー出してほしい。ああ。ドンキーもね、改造ね、ありますから。ありました、ね。あ、そうだ。どっちも頼む。うんうん、はい。はい。では、次、質問1件取り上げて、最後になります。はい。レッドシフトさんよりいただきました。ありがとうございます。質問です。ここ1、2年で皆さんが印象に残っているゲームの BGM はありますか？私は、あのダイン2の、特に序盤の街の BGM とエンディングです。プレステ1を彷彿とさせるローポリグラやおおらかな雰囲気のテキストと相まって、自粛期間中の癒しになってくれました。今年ですね。どうですか？ 1、2 年か。ちょっと待ってください。1、2年。新作じゃないんですけどね、僕。
ゼノブレードのリマスターで、久々にゼノブレードの BGM 聴いて、やっぱりいい曲ばっかだなっていうのは感じましたね。千葉さんどうですか？難しいなぁ。まあ、いっぱいやったゲームになっちゃいますね。ザ・ディビジョン2になっちゃうなぁ。このミッションの曲みたいな感じになっちゃいますね。難しいな。あった気がする。まあ、僕の中では。黒部さんが好きって言ってた印象があるのはソニックレース。ああ。いや、それは千葉さんがダサいと思って、俺が普通にいいと思ったギャップに驚いたでしょ。そう。そう。それで印象に残ってる。でも俺は好きだけど、その、ここ2年ですごい印象に残ってるかって言ったらそこまでじゃないですね。あ、そうなんだ。うん。まあ、やっぱこれは個人的な思い出になってくるんですけど、シェンムー3はやっぱずっと昔から、その、使われてない曲って、そのシェンムーシリーズにはいっぱいあって、で、それらはその、ちょっとこう、どうやって出てきたかわかんないですけど、ちょっとこう、表に出てきて聞くことは結構前々からできたけど、ゲームでは使われてこなかったから、ずっとこう曲を聴いて勝手にイメージを膨らませてた曲たちが、初めて実際にゲーム内で使われて、こういう場面で使うんだみたいな、逆に俺がディレクターだったら、すでに持ってたこの曲を、こういうふためで、やっぱ自分で勝手なそのゲームとは別のイメージがついてたから。こういうので使うんだろうなーって思ってたんですね。そうそう。で、それが、実際俺が思った通りだったり、思ったのと全然違った使い方だったりっていうので、結構やっぱそこは感慨深いものがありましたよね。なかなかできない体験ですね。そう。なかなかないと。うん。まぁ、あ、ちょっとリマスターはされてましたけど、やっぱ基本的には同じ曲だったので。はい、そう。はい。はい。まぁ、あ、あとはやっぱ FF7 リメイクは、改めて、別にこれもそのリマスターしたぐらいでその見知った面白さだけど、あ、でも、その古い曲はすごいなと改めて思ったのもそうですけど、フォローっていう新たな主題歌が、一応、上松さんが新しく、作った。完全に新しいってことね。はい。あれ僕かなり好きですね。あれは結構聞きまくりましたね。はい、うん。そんなところですかね。はい。では、コメント以上になります。はい。じゃあ、そっか、俺が司会ね。はい。そうですよ。締めない時間ですよ。コメント欲しいですとか、登録してねとか言わないとダメ。そういうのはね、もうめんどくさいんで言わないですけど、最後になんか告知とかありますかね？大丈夫？告知はない。大丈夫じゃないですかね。うん。ないっす。ないっす、多分。はい。TGS 終わった間もなくでね、多分、まあ、ない。まあ、プレゼントの応募期間はもう終わった？いや、まだです。まだ。はい、じゃあ募集中です。募集中なんで、TGS の配信のところに説明文にもあるんだよね、確かあります。概要欄にあります。はい、そちらでぜひ確認してください。というわけで、本日のしゃべりすぎゲーマーは以上となります。一応じゃあ言ってきますよ。はい、チャンネル登録、コメントなどください。よろしくお願いします。また会いましょうね。バイバイ。バイバイ。